しょっけ。皆さんこんばんは。よし、脳みそ出てきたよね。コメントたくさん早速ありがとうございます。こんばんは、髪切ったタモリさん。ガチムチリス飛んできてる。何だったんだろうね。あとでチェックしておきますね。彼氏できる後なのか。絶望。こんばんは、ぐわー、また来たよ。ネイル見せて、髪切った髪、脳みそ出てきちゃった。ガチムチリス飛んできたね。何だった。ダメね。すぐ忘れちゃう。ダメね、すぐ忘れちゃって。ローズ飛んできたね。何だったんだろうね。アウトレチェックしときますね。皆さんこんばんは、よしでございます。本当にあと6日でクリスマスイブ、あと5日でクリスマス当日ということで、覚えていらっしゃいますでしょうか。今年の1月5日6日7日8日、そのあたりだったんですけど、書き初めしてね、市川團子の嫁になる鈴木福さん、團子キュン、染五郎キュン、カナクスターさん、那須川天心さんって、たくさんね、愛する推しの名前を書いてきたんですけれども、どんどん好きになっていくばかりで、1年が終わろうとしています。もう本当に最近とかさ、それこそ寿司ラーメンのリクさん、 YouTuber のリクさんのインスタとかを見て、こう携帯でね、スマホでね、リクさんのインスタ見て、かわいいって言ってる日々。前髪界のちいかわヤッシーです。やーさすまた。ということで、皆さんこんばんは、します。12月18日月曜日でございます。今週ね、月火水3日間配信なんですが、もう早いもんで年内最終配信です。あっという間でござるよ。ね、本当にあっという間なんですけど、先週さ、私、年明けの配信は1月8日ですって言っちゃった。1月8日は祝日ね、祝日なのでお休みでございまして、年明けは1月9日から、今週は1月の、20日か、水曜日までの配信で、1月、気がする！年明けは1月9日から配信だっつ。はあはあはあ。これ ASMR 配信で合ってる。
皆さん、小林でございます。今日もお送りして、ローズ飛んできてるね。猫飛んできてるね。猫ローズ。意味深だね、お前。そう。あのさ、やっぱり年末年始になるとね、すごい聞かれるんです。ヤッシーさん、実家帰んないんですか？私、福島出身なんだけどね。実家帰んないんですか？って聞いていただいたりして、友達とか、それこそ会社の人とか、ゲイバーで一緒に飲んでる時とかにガチムチの友達から、ヤッシー帰んないの？あんた帰んないの？とかって聞かれるんですよ。帰んないわって言って、私はね、で、なんでって言ったら、いや、もっと帰るのが大変で、めんどくさいのよって言ってるんだけど、まあ、福島ね、まあまあ、電車は走ってますよ。走ってるんだけど、私生まれたところって、1時間とか1時間半に1本なのね、電車。私、そんなとこで生まれたのよ。いや、でさ、もうそんなところだからさ、もう帰るまで一苦労なわけ。で、年末年始雪とかさ、やっぱすごいのよ。私が生まれた場所は福島の中でも、まあまあ、それなりに雪が降るところなんだけれども、この時期になるとね、こう、ウェブカメラ、ウェブカメラ、福島のね、まあいろんな、まあ、福島だけじゃないと思うんですけど、こう、公共施設、まあ町役場とか、いろんなところにこう、ウェブカメラがあって、それを見るんですよ。自分の隣町とかね、住んでるところの隣町とか、近くのウェブカメラとか見て、はあ、すごい雪降ってるわって思いながら。そうそうそう。で、なんかもう本当に、だからもう本当に、こう、あんまりこう、なんだろう、別に、すごい、こう、奇抜じゃないんだよ。奇抜ってわけじゃないんだけれども、やっぱりこう、田舎だから、こう、ダメージジーンズって、まだ、良しとされないのよ。なーに、穴開いたズボンなんて履いてんだって言われるような世界だから。なみともね、服着て外で歩くんでね、とかって言われるような世界だから。そう。それなのにさ、そんなダメージデニムでさえさ、こう、咎められるのにさ、こんなネイルして帰れないよね。ちょっとね、新しいネイル、今年最後のネイルだなって思って、結構厚みがあるぷっくりめのお花、咲かせてきました。ちなみにここにも大輪の花が。コメントいただきました。花ほじれないね。ほじるのなら任せて。お爪の状態に関係なくほじり倒すよ。さあ、これどうなっちゃうんだろうっていうのも、寒い地域でね、生まれ育った方なら分かっていただけると思うんですけど、こうちっちゃい、まあ、ちっちゃい頃に限らないか、なんかさ、雪降った日さ、学校の休み時間さ、2時間目の授業の終わり学校の休み時間さ、校庭に出てさ、雪合戦したりとかするじゃん。でさ、まあ、何？ナイロンみたいな感じの手袋ならいいんだけど、毛糸の手袋だとさ、べしょべしょになるじゃん。だからさ、素手で雪合戦したりすんのね。そうするとさ、手もう冷たくなってさ、なんかこう手冷たい、もうキンキンに手冷たい状態で、なんかそれまで室内にいた、普通の平常の体温の子に手握られると、あったかい手に握られると、もうなんか、痛がゆくなるのわかる？なんかさ、もうそんなの久しく経験してないからさ、やっぱ、多少さ、ネイルしてるとさ、やっぱ爪がこう薄くなるというか、まあ、感覚が鈍るというかね、今こんな爪でさ、キンキンに手冷やしたら、どうなっちゃうんだろうって思って。
このネイルは福島の極寒に耐えれるんだろうか。やっぱね、極端な温度変化ってね、やっぱネイルには良くないからね。そうなんです。こんな感じでお花を咲かせてきました今回。今年もねたくさんネイルしてきましたけれども、はい、このネイルをね、このネイルをした指に恋人つなぎしてくれるスキピはカレピはとうとう現れませんでした。恋人つなぎじゃないんだけれども、このネイルした指でね、ネイルした指でこういう手のつなぎ方はしたんです。実は恋人つなぎじゃ、恋人つなぎじゃなくて取っ組み合い。ゲイバーで、ゲイバーでガチムチのね、ガチムチのママと、仲のいいガチムチのママとふざけ合ってちょっと相撲取ったのよ。前髪系とガチムチのゲイバーのママで相撲取ってね。結構そんなことはありました。ということで、今日も ASMR 配信始めてこうね。今日なんですけども、ライブ配信のタイトルにある通りいろいろ食べるよということで、いろんな食材を食べていきますけれども、本日はお菓子縛りでございます。果たしてどんなお菓子が出てくるのか、どうぞお楽しみに。あ、そうだ、昨日脳みそ出てきちゃった。昨日ね、私の旦那、市川染五郎きゅん、テレビ、有吉さんの番組に出ててさ、有吉っていうゲームの番組に出ててさ、DM で教えてくださった方、ありがとうございました。脳みそ出てきちゃった。ガチムチリス飛んできた。脳みそ出てきちゃった。ガチムチ脳みそリス。意味深だね。始めていこうと思います。エフェクト取って始めてくね。ちょっと待ってね。ひゃ、これが私なの。え、皆さんこんばんは。あ、脳みそ出てきちゃった。あ、脳みそ出てきた。脳みそ出てきちゃった。さあ、こんばんは、よしんです。さあ、はい、本日もですね、お菓子縛りです。水曜日、今年年内最後の配信なんですけども、年内最後の配信はね、ちょっとケーキを、まあ、毎年なんだけどね。最後、ケーキ食べようと思ってますので、お時間ありましたら水曜日、皆さんご視聴お待ちしております。では、コメントいただきました。本当に大好き。本当だよね。本当、最後の最後にバンにならないようにしていきたいよね。去年だよね。去年のクリスマスじゃないや。去年の2周年だったよね。2周年おめでとう配信で、ショートケーキに、ショートケーキのとんがってない方ね、を、ショートケーキの丸つだーって言って、丸つね。家業が入、家業の文字が入るんだけど、だーって言ってバーって被りついたら、ボーン。そんなこともありましたけれど。さあ、食べていきたいと思います。本日一つ目の食材こちら。ダダン。期間限定カルビーポテトチップス禁断の幸せバレー、バター4倍でもっと幸せ。音符。幸せバターシリーズね。
もうすごいよねこれね。ね、なんかさ、でもさ、時々さ、このさ、塊のバターかぶりつきたくなることない？私だけかな？なんか時々、もうなんかほら、時々さ、ファーストフード、ジャンクフードめっちゃ食いたくなるみたいな感覚で、なんか、バターを、禁断の前髪の恋。禁断の前髪の恋？OL ね、OL。前髪系 OL。前髪系 OL がいたとするじゃない。で、職場の、既婚のね、既婚の、元体育会出身の50代部長。部長はストレートなんだよね。でも、あまりの、前髪系 OL の可愛さに気がついたら沼。どんどん前髪系の沼にはまってくわけ。そしてある日気づくんだよね。今夜食事でもどう？妻子があるストレートの50代部長が前髪系 OL を食事に誘ってるわけ。もう逃げられないよ。ズン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 。ガチムチは誰も哀れな星瞬いては流れてゆく燃え尽きる年にながらも誰かに気づいて欲しかった。ドゥン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 。胸に刺した一本の前髪が赤いトカゲに変わる夜。冷たく濡れた今日月のボトルに探り当てられた孤独になれた前髪系。ああ二丁目の真ん中に踊り出るほどの役どころじゃないと自分が分かって、みんな一緒にいる。ドゥン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 。ガチムチが気づかせた恋がガチムチなしで育ってゆく悲しい花。つける前に小さな毛根を抜いてほしい。闇に浮かんだ鏡火に照らされたら前髪系前髪系。それでもよ二丁目が優しいのはガチムチがいっぱいいてくれるかな。ダメよね。私歌ってる時になんてコメント来てたんだろう。長いわよ、はよ食べ、フルコーラスやめ。独特な世界観ナイス。リング飛んできたよね。何だったんだろうね。ドゥンドゥルドゥン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 。ロードオブザ前髪。食べていきます。幸せバター4つの素材で幸せ決め、マスカルポーネ、パセリバター、蜂蜜バター4倍だそうです。食べていきましょう。うん、
の、炎のゴブレットの時か、炎のゴブレットだっけ？あの、シリウスブラック。シリウスブラックがさ、あれ、やられちゃうの。ミランダカーじゃなくて、リック・オーウェンスじゃなくて、ベラ・ハディットじゃなくて、ほら、あのちゃんねえ、私さ、あのちゃんさんの練習最近めっちゃしててさ、ちょっと一回聞いてくれる？そんなこと言われたって全然嬉しくないし。キャンペーン実施中。なんかもうちょっとでできそうな気がするんだよね。もう、ローズ飛んできたね。何だったんだろうね。後でチェックしときますね。うん。なんか、もうちょっとできそうな気がする。もうちょっと高い声だよね。うん。なぜそんなに早く喋る？違うか。あれあれあれも、あの人あの人。あのさ、ボルデモートのさ、しもべのさ、女性の人、ヘレナ・ボナム・カーターさんが演じる人。ヘレナ・ボナム・カーターさんが演じてる人。ベラトリックス・レストリンジ。さすがですね。さすが。ベラトリックス。ベラトリックスがさ、シリウス・ブラックにさ、アバタケダブラっていうのって炎のゴブレットだっけ？なんか戦うところあるんだよね。ハリーとシリウス・ブラックが一緒に戦ってる。イーゾ・ジェームスイーゾ・ジェームスピュッピュッピュッってやってるんだけど、いきなり出てきたベラトリックスが言うの。ハマズキザ！って言ったら、シリウス・ブラックの腕に当たっちゃうんだよね。その瞬間、シリウス・ブラックの魂がこう、ほーってなるじゃない。あんな感じ。あんな感じの匂い。あんな感じの匂い。あのシーンめちゃ辛い、マジ。あれはね、ほんとね、でも、あのシーンが終わった後にさ、ダンブルドアとボルデモートが直接対決するわけじゃ、かっこいいよね。水の玉作ってます。わかるわかる。東京に住んでるからさ、23区内に住んでるからさ、豊島園跡地にでき、豊島園跡地、え？西武遊園地？豊島園だよね。豊島園跡地にできたさ、ハリーポッターのエリア、行きたいな。もうすぐ行けるなって思ってるんだけど、まだ行けてないな。ハリー飛ばすやつ、そう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 。ハリーがね、ちょっと出てこようとするんだよね。それをね、ダンブルドア先生が。食べていきましょう。食べていきましょう。さてさて。オッケー。はあ、やっぱ匂いすごい。行ってみたいと思います。正直もうちょっとなんか重いかなって思った。バターが
4倍だから。あのね、もう重くて食べれないわっていう感じじゃない。めっちゃ濃いバターの感じが。でもね、そのめっちゃ濃いんだけど、ちょっとピリッとくるくらいの塩味が、いいバランス保ってくれるね。なんか、前まで食べた幸せバター、ちょっとなんか重すぎる時もあったんだけど、ものによっては、そのバターとか蜂蜜とかのね、配合量によっては、種類によっては。でも今回のこれは、めっちゃ濃いんだけど、すごく重くてもたれる感じはない。うん。結構ビビビッとくるバターの感じ。あのね、なめくじくらいみたいな衝撃ですよ。ロンのやつ、ロンのやつ。あの、賢者の石ね。なめくじくらい!ブォーあんな感じ?うん。幸せバターくらい!ブォーそんな感じ?うん。うん。ちょっと何枚かね。行ってみたいと思います。ちょっと何枚か行ってみたいと思います。コメントいただきました。あれ、なめくじ出してるシーンどうやってるんだろう。なめくじくらいのところでね、ハグリッドの家に行った後ずっとね、ロンなめくじ出し続け、吐き続けてるよね。かわいそうに。でも意外と簡単にできるんじゃない、あれ。だってね、なめくじじゃなくてもね、狂月飲んだ後ゲロゲロになるわけじゃない。あら、悟空でっかいでっかい雲あら、悟空幸せバター食べた瞬間のことをハリーポッターで思い出した。ハリーポッターで例えようとしたんだけど何だったっけ?思い出しました。あれだ。エクスペクトパトローナム?あー。ハリーの守護霊ってオジカだよね?オスの鹿。オスの鹿。いい。オスペ。ちなみにね。私の守護霊はガチムチです。どっちが強いか勝負だよ。どうしよう。エクスペクトパトローナムしてさ、私のガチムチの守護霊、ディメンターにさ、ほげ散らかしながら吸われてったら。いや、なんだけど。もっと吸って Expect Patrona 私がね、ガチムチの守護霊出すんだけど、もっと吸って、
丈夫かな私の守護霊次の食材行こうね。新宿二丁目はディメンターだらけですよ。なんかさ、あれ、ツイッター、旧ツイッター X でさ、めっちゃさ、リツイートされてたんだけどさ、一般女性の方だよね。なんかドビーになるのが憧れだったっていう女性の方が、そのハリーポッターのあのね、場所に行って、ドビーのなんか被り物被って、なんか服もドビーっぽい格好で、ドビーになることができました。夢が叶いましたみたいなのが、めっちゃリツイートされてたのを見たな。なんかね、多分ね、ツイッターで調べれば出てくると思う。ドビーになるのが夢でした。ドビー夢とかで調べたら出てくるんじゃないかな。トップで上がってくるんじゃないかな。そう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 。実際なんかドビーの姿で、なんかご飯食べてるみたいなシーンがあって、そうそうそう。私もガチム、しげるおばさん連れてこうかな。クシュクシュのウィッグ被せて、ハグリッドだハグリッドだって言われるかも。アラゴクあ、出てきた出てきた。そう、結構ガチのドビー。なんか被り物もめっちゃリアルなんだよね。次の食材いきたいと思います。本日次の食材こちら。これね、前、ちょっと違うフレーバーで食べたんですけれども、今回こちらです。ダダン！イカの姿揚げのコンソメパンチ味です。前これの銀だこ？銀だこ味を食べたんだけれども、今回イカの姿揚げのコンソメパンチ味を見つけたので、ちょっと食べていこうかなと思っております。もう私も初めて見てテンション上がってもう即買い。食べていきましょう。へいお待ち。何だと思いますか？当ててみてください。イカニカ食べていきます。パッケージのイカのフォルムが、てんてんてん、ん？パッケージのイカのフォルムまさに匂いチェック。あ、4匹入ってるあれ？イカって、羽だっけ？4匹だっけ？あ、尻尾だっけ？イカってなんて数えるんだっけ？あれ、なんか特殊だよね。あ、はいだ、そうだ。いっぱいにはいだ、いっぱいにはいだね。テレビ千鳥のクリスマスソング見ましたよ。クリスマスソングを歌いたいんじゃって言ってね、ノブさんが、いつかのメリークリスマスを歌われたんですよ。私もね、昔好きだった、ゲイバーのミセコさん、スタッフさんのことミセコさんって言うのよ。ゲイバーのスタッフさんのことミセコさんって言うんだけど、ミセコさんがね、クリスマス間近働いてるの知ってたの、その日。でもそのミセコさんはちょっと遠いところに住んでたのね。だから終電で帰らなきゃいけなかったの。朝まではいない子だったのよ。夜、まあ、7時、8時のゲイバーのオープンから終電までの3時間だけの間しかいないのね。で、その人が出勤だって知ってるから、
今日は飲みに行こうかなって私も思ってたの。でもそういう時に限って年末もあって仕事が残業しちゃったんだよね。急いで新宿2丁目に急いで行ったんですよね。ちゃん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 。ゆっくりと12月の明かりが灯り始め、慌ただしく踊る二丁目を誰もが好きになる。僕は走り閉店間際、ゲイバーの店子に会いに行った。狂月のボトルを抱え新宿二丁目中通り一人で幸せだった。いつまでも作曲月を飲んでいられるような気がしていた。何もかもがきらめいて、キープボトル三本開けてた。君がいなくなることを初めて怖いと思った。人を愛するということに気がついた。いつかのメリークリスマス。元気かな、あのガチムチミセコ。私歌ってた時なんてコメント来てたんだろう。また歌うんか、切ない話。イカの姿揚げコンソメダブルパンチでございます。映していいやつ。いただき、これで画角の魔術師やるのは危険かな。いや、こんなことでひよってる前髪系じゃいられないね。大丈夫、視聴者の皆さんのコメント欄が持ち方やめとこ、危険な香りするよ。やめとこうね、やめとこうね。食べてきます。ここら辺かな、ここら辺、ここら辺で。違うんです、イカの姿揚げなんです、イカの姿揚げなんです。これお菓子なんです。
食べるね。いただきます。コンソメダブルパンチとイカの姿揚げのことについて説明しなきゃいけないのに、バンになったらどうしようって考えちゃって気が気じゃない。思ってる以上にね。あのイカの姿揚げらしい、こう、ゲソの、ちょっとした香ばしさ、辛み、みたいなのも感じつつ、こう、コンソメのいろんなお野菜のブイヨン、ブイヨンの甘みみたいなのも感じれる一品になっております。もう一回形だけ見とこうね。形見るだけです。形見るだけなんです。お菓子の形見るだけなんです。決して変な意味ではありません。お菓子の形見るだけなんです。持ち方。今年もいろんなことしてきたな。この配信でね、いろんなこと、今年さ、海鮮物食べて、あれ海鮮物食べてないよね。去年一昨年がそれこそ生こうね、生こう、タイラガイとかめっちゃでかい、日本一大きい貝柱食べたりとかしたんですよ。ナマコをね、しごき倒す。前髪系は YouTube のメインチャンネルでご視聴いただけます。1日5回見てください。見る貝もそうだね。懐かしいよ。見る貝なんて3年前だよ。でも3年 ?2 年 ?2 年前?あっという間だね。見るがい。アンバーは、見る前髪姉さんよ。今夜の、見る前髪メモ。最後の食材食べるね。あと1分です。ツリーはね、ちいかわです。ちいかわにしたんです。やーさすまた。食べてきます。最後の食材こちら、ハッピーターン米粉ホワイト、冬季限定ということで、ハッピーターンの米粉ホワイトがあったんですけども、ごめんなさい。画角の魔術師のダメージが。魔力使いすぎた。私なんかタイトル間違ってた今。米粉雪ホワイト、え、本当だ。
私なんて言った？米粉ホワイトって言った？私なんて言ってた？粉雪ホワイト。単発ガチムチ、大好きな単発ガチムチからもらいました。私もなんかおかしいと思ったのよね。米粉のハッピーターン、なんかおかしいと思ったのよ。粉雪ホワイトです。粉雪ねえ、ガチムチまで白く染め上げたなら、ああ食べていきます。かわいい、すごいかわいいサイズ感。はあ、食べていきたいと思います。おこのまったりする感じ、別に悪い意味じゃなくて、ちょっとねっとりするような、舌にまとわりつくような感じ、何かなって思ったら、ホワイトチョコ。ホワイトチョコが、ま、ある、ついてるんだね。チョコのような、こう、口の温度で、ふわっととろけていくような、そんな甘みの広がり方があります。ごめんさ、アラーム鳴ったんだけど、消しちゃった。ビビッビッビッ。ハッピーターン、粉雪ホワイト、皆さん見つけた際にはぜひ。ガチムチ舞う季節は君とすれ違い。ということで、皆さん本日のですね、ロメオ前髪ロメン配信は以上です。こちらのですね、こちらの ASMR 配信は平日の夜10時からでございます。明日も配信してます。で、今週はね、年内最後の配信なんです。月火水曜日の配信となっております。ぜひこの TikTok アカウントフォローお待ちしてます。フォローしていただくとライブ配信開始の際に通知が行きますので、ぜひフォローお待ちしております。またこの ASMR 配信のアーカイブ、YouTube のメインチャンネルでご視聴いただけるようになっております。今日11月7日配信分のアーカイブアップしたんだけど、11月7日は私がマヨチュチュ、シンゴママさんのマヨチュチュ歌ってました。ぜひ、1日5回見てください。チャンネル登録お待ちしてます。今日もご視聴ありがとうございます。途中ね、反応できなかったコメント、ギフティング、いいね、配信終わってからゆっくりどなたがどんなの送ってくださったか確認しますので、たくさんありがとうございました。この後夜11時から YouTube のゲーム配信チャンネルにてスマブラ配信です。お時間ありましたらぜひご視聴お待ちしてます。今日も皆さんたくさんご視聴ありがとうございました。また明日も見てくださいね。バイバーイ。